こんにちは、モンキーフリップサルチャンネルへようこそ。工場長の加藤です。このチャンネルは愛知県名古屋市にあるモンキーフリップというメガネ屋のスタッフがメガネに関するいろいろな情報をお話ししています。毎週土曜日は私工場長がメガネカスタムのすすめということで、メガネをカスタムするとはどういうことなのか、メガネのカスタムはどんな種類があるのか、そんなお話をさせていただいております。先週は Zoom でメガネのカスタムをオーダーするっていう動画をお送りしました。もしまだ見られてない方は下の説明欄に貼っておきますので一度見ていただけると嬉しいです。今回はその続きということで、オーダーシートをダウンロードして、でプリントアウトしてカスタムをオーダーするっていう方法をお話ししたいと思います。まず準備していただくものがスマートフォンもしくはパソコン、あとはプリンター、そしてそのプリントアウトしたオーダーシートを写真に撮って LINE で送るので、モンキーフリップの LINE アットの登録が必要になります。それでは実際に進めてみましょう。まずはモンキーフリップのホームページを開いていただいて、この左上のメニューからアイテム一覧に進みます。この中からカスタムをしたいフレームを選んでいただいて、そのアイテムページに飛ぶんですけど、例えば今回はモンキーフリップのコレクションの中からちょっと前になるんですけれども、ダチュラというフレームを選びたいと思います。タップしていただいて、表示されたら下がっていただくと、ご購入はこちらの下に、オーダーシートはこちらっていうボタンがあります。ここですね。これをタップしていただくと、このようにオーダーシートのダウンロードページになります。オーダーシートは全部で4枚セットになってます。1枚目と2枚目が説明、3枚目が実際の記入していただくオーダーシートで、4枚目がそのオーダーシートを書くときの見本になりますので、ぜひ参考にしてみてください。オーダーシートをダウンロードしてプリントっていう風にお話はしたんですけれど、パソコンの場合は一度ダウンロードしていただいてプリントアウトしていただくっていう手順になります。スマートフォンの場合、特に iPhone ですね、僕はちょっと Android のやり方に疎いので申し訳ないんですけど、 iPhone の場合はこちらのエクスポートの真ん中のボタンですね、こちらを押していただくと、で下に行くとこのプリントっていう欄があります。このプリントを押していただきます。そうするとこのオーダーシートをプリンターに転送する画面が出てきます。ページ1234全てチェックが入っていることを確認していただいて、プリンターを選択になります。選択いただいたプリンターでプリントアウトしていくんですけれど、今回は実際にプリントアウトもしてみたいと思います。はい、本日はこちらのプリンターで実際にプリントアウトして、その用紙をまた使ってね、お話をしたいと思います。それではこのプリンターを選んでいただいて、プリントですね、プリント開始。そうするとプリントに接続中で実際プリントアウトされます。はい、このようにですね、オーダーシートをプリントアウトしました。まず1枚目こちらですね。1枚目にはオーダーする手順が載ってます。オーダーする手順に対して分かりやすいようにこの QR コードが振ってあります。この QR コードはそれぞれカスタムのヒントになるようなサイトに飛ぶようになってます。例えばこのステップ1、カスタムの内容を決めるなんですけど、どれぐらいの種類があるのかわからないと進めないと思いますので、ここの QR コードを見ていただくと、どんなカスタムの種類があるのか、それ用のページに飛ぶことができます。例えばラインストーンとかスタッズとか、表面を加工するならバーンアウトとか広告加工とか、それぞれがどういったものなのか写真を入れて分かりやすく説明をしているページになります。次はステップ2ですね、デザインを決める。これはモンキーフリップのカスタム専用インスタグラムページに飛びます。続いてステップ3、パーツを選ぶ。こちらの QR コードを取っていただくと、カスタムのパーツ専用のページにまた飛びますので、ラインストーンはそれぞれどういったサイズがあるのか、あと色ですね、スタッツにしても色とサイズを分かりやすくそれぞれ写真に撮ってありますので、そのパーツを見ながらまたちょっとこうイメージを沸かせていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、次にこのステップ4なんですけど、オーダーシートに記入して写真を撮って LINE アットへ送る。この QR コードは LINE アットの登録する画面に
飛びますので、もしまだ LINE アド登録されてない方はここから飛んでいただけると一番早いかなと思います。でステップ5は見積もりを確認して正式発注。見積もりを確認してっていうのはオーダーシートの画像を LINE で送っていただくと、その後に僕らの方からこのオーダーに対しての見積もりがまた LINE で返しますので、それを確認していただき、問題なければ正式に発注、そして決済、そこに進んでいただきます。でステップ6ですが、このステップ6に関しては正式にオーダーを発注いただいてからだいたい1週間10日ほどで発送の連絡をさせていただきますので、それをお待ちいただくということになります。 PDF シートの2枚目なんですけど、こちらは今お話ししたことがざっと文章で流れが載ってますと、まあ、注意事項ですね。このあたり一度ご一読いただければよっぽど問題ないかなと思います。この注意事項もあるんですけど、これ以外に例えば気になるここはどうなんだろうみたいな気になることは、最初にお話ししたカスタム詳細ページですね。このステップ1の一番上の QR コードです。この QR コードを取っていただくとカスタムの詳細ページに飛んで、そのページをどんどんスクロールしていくと下の方に Q&A が載ってますので、そちらを見ていただくと、まあよくあるご質問に対しては回答させていただいてるんじゃないかなと思いますので、気になることがあれば一度そこを見ていただくと分かりやすいかなと思ってます。そして3枚目が実際記入していただくオーダーシートになります。ここに自分の希望するカスタムの内容をいろいろ記入していただいて LINE で送っていただくんですけど、この一番下のところにパーツの参考サイズが載ってます。このフレームもほぼほぼ実寸で作ってありますので、だいたいここ、まあ、2、3ミリならこのサイズかなみたいな感じで書いていただくと、まあ、イメージがつかみやすいかなと思ってます。でこの4枚目ですね。4枚目は実際のまあ書き方の一例といいますか、こんな感じで書いていただくと僕の方にも伝わりやすいということでちょっと書かせていただきました。この中で注意していただくのが、お名前は基本的に実名でフルネームでお願いします。これは僕らの方でちょっとカルテに記入する際に照らし合わせたりするものですから、ここは必ず実名でお願いします。そしてこちらのフレーム番号ですね、こちらも番号を書いてないと色がちょっとわからなくなってしまうので記入をいただきたいです。あとは下の備考欄、インスタグラムに掲載、あとこの YouTube に題材としてね使用していいかっていうのでチェックを入れていただきます。こちら使用かということでチェックいただければ、僕らの方でさっきお話ししたカスタム専用のインスタグラムですとか、この YouTube チャンネルですね、こちらの方でまたちょっとね使わせてもらうことがあると思いますので、その際はよろしくお願いします。前回の動画がちょっと長くなってしまったので、今回はね少し短めでお話しさせていただいたんですけれども、ホームページのそれぞれのアイテム欄でオーダーシートはこちらっていうボタンがないものもあります。今順次このページを貼り付けてはいるんですけど、ちょっと実際追いついてない状態なので、もしこのオーダーシートはこちらというボタンがついてないものでオーダーをしてみたいなっていう方は、一度お店の方にちょっと連絡を何かしらでいただければできる限り対応させていただきますので、よろしくお願いします。そして今回の動画は通販ページからフレームを購入するという流れで進めてみました。今まで実際カスタムされる方は店頭に来ていただいてフレームを選んでパーツを選んで注文いただくっていうことがほとんどだったんですけれども、遠方の方がねなかなか足を運びづらい状況になってから、このオーダーシートを使ってオーダーいただくことがありがたいことにちょっとずつ増えてきました。そして最近ちょこちょこあるのがモンキーフリップのフレームを他店で購入された方、そういった方が他の店で買ったけどカスタムをやってもらえるんだろうかということで問い合わせをいただくことがちょっとずつ増えてきました。先日も他店で購入されたお客様がホームページからオーダーシートダウンロードして LINE で注文をいただいたっていうこともありました。もちろんモンキーフリップのオリジナルフレームであればカスタムは可能ですので、そういった時にこのオーダーシートも利用していただけたらいいんじゃないかなと思ってます。ただそのフレームの使用頻度によってどうしてもこう劣化が進んでしまっているものに対してはカスタムをすると破損につながる恐れがあるので、送っていただいた時にもしかしたらお断りするケースがあるかもしれませんので、そのあたりだけちょっとご了承いただけたらと思います。本日の動画は以上になります。今回の動画面白いなと思っていただければぜひぜひグッドボタンをお願いします。来週は今回はこのプリンターを使ってオーダーシートを出したんですけど、実際プリンターがない方はじゃあどうするのかということで、ネットプリントを使ったコンビニとかで
プリントする方法がありますので、そちらの紹介をさせていただきます。そして今後のモンキーフリップサルチャンネル、ちょっと気になるなと少しでも思っていただければ、こちらのチャンネル登録ボタンもお願いします。それではまた来週、メガネカスタムのすすめでお会いしましょう。バイバイ。